BMW は新型7シリーズ及び i7 を4月20日に公開すると発表。レベル3の自動運転機能を搭載予定です。次世代フラッグシップセダン BMW は新型7シリーズを4月20日に公開すると発表した従来の i スと FEB に今回初めて EVi7 が加わり、 ライバルのメルセデスベンツ S, S クラス及び EX に対抗する7シリーズは次世代のフラッグシップモデルとして最高の技術マジックと表現されておりレベル3の自動運転機能を搭載する予定だ今年後半に発売される見込みである i7 には SUV の iX と同じ第5世代の E ドライブシステムを採用することも明らかになっているまたプラットフォームには iX や i4 など完全 EV のほか、2シリーズクーペといった S 車にも採用されているクラルプラットフォームを採用するパワートレインの詳細は明らかにされていないが iXX ドライブ50に採用されているデュアルモーターは 523PS を発生する iX の時速 0100km 加速は4.6秒最高速度は時速 200km となっており i7 も、ほぼ同様の数値となるだろう。iX に搭載されている 105.2kWh のリチウムイオンバッテリーは、最大 628km の航続距離を実現するとされているが、同じユニットを採用するのであれば、i7 がこれを上回っても、おかしくない。iX は当初、X ドライブ40、X ドライブ50、 そして最上エグレードの M60 の3種類が用意され、後者は 600PS 以上の出力を備える。I7 もこのようなラインアップになる可能性が高い31.0インチの大型スクリーン搭載。7シリーズは今後数年間に導入されるユーロ7排出ガス規制のために開発された新世代エンジンを BMW で 初めて採用するが、その詳細は、あまり明らかではない。EV の i7 では、乗り心地が重視されることに変わりはないものの、BMW は、ドライビングダイナミクスが、魅力の鍵になるとしている。先日公開された i7 のプロトタイプは、カモフラージュにより、デザインを隠しているが、7シリーズとは明らかに類似性がある。また、キドニーグリルは、 コンセプト XM のような奇抜なものより控えめになると思われる。これまで行動で目撃されたプロトタイプでは、ダッシュボード中央にインフォテインメントディスプレイを配置し、湾曲したデジタルメーターを搭載するなど、IX とよく似たインテリアが確認されている。今回、I7 と7シリーズでは、リアシートを 専用のプライベートシネマラウンジに変え、乗員が様々な配信サービスから自分だけのコンテンツを選択できるという31.0インチのシアダースクリーンを量産車で初めて搭載することも明らかになった。BMW は新型7シリーズ及び i7 を4月20日に公開すると発表。レベル3の自動運転機能を搭載予定です。次世代。 フラッグシップセダン BMW は新型7シリーズを4月20日に公開すると発表した従来のアイスとフェブに今回初めて EVI7 が加わりライバルのメルセデス・ベンツ S, S クラス及び EX に対抗する7シリーズは次世代のフラッグシップモデルとして最高の技術マジックと表現されておりレベル3の自動運転機能を搭載する予定だ 今年後半に発売される見込みである i7 には SUV の iX と同じ第5世代の E ドライブシステムを採用することも明らかになっている。また、プラットフォームには iX や i4 など完全 EV のほか2シリーズクーペといったアイス車にも採用されているクラル。 プラットフォームを採用するパワートレインの詳細は明らかにされていないが、IXX ドライブ50に採用されているデュアルモーターは 523PS を発生する IX の時速 0100km 加速は4.6秒、最高速度は時速 200km となっており、I7 もほぼ同様の数値となるだろう。IX に搭載されている105.2 キロワットアワーのリジウムイオンバッテリーは最大628キロメートルの航続距離を実現するとされているが同じユニットを採用するのであれば i7 がこれを上回ってもおかしくない iX は当初 X ドライブ40、X ドライブ50、そして最上エグレードの M60 の3種類が用意され後者は 600PS 以上の出力を備える i7 も このようなラインナップになる可能性が高い31.0インチの大型スクリーン搭載7シリーズは今後数年間に導入されるユーロ7排出ガス規制のために開発された新世代エンジンを BMW で初めて採用するがその詳細はあまり明らかではない EV の i7 では乗り心地が重視されることに変わりはないものの BMW は ドライビングダイナミクスが魅力の鍵になるとしている。先日公開された i7 のプロトタイプはカモフラージュによりデザインを隠しているが7シリーズとは明らかに類似性がある。またキドニーグリルはコンセプト XM のような奇抜なものより控えめになると思われる。これまで行動で目撃されたプロトタイプでは ダッシュボード中央にインフォテインメントディスプレイを配置し、湾曲したデジタルメーターを搭載するなど、iX とよく似たインテリアが確認されている。今回、i7 と7シリーズでは、リアシートを専用のプライベートシネマラウンジに変え、乗員が様々な配信サービスから、自分だけのコンテンツを選択できるという31.0インチのシアタースクリーンを、 量産車で初めて搭載することも明らかになった。